では監督選手に、入場してもらいます。じゃあ皆さん、新加入選手に入っていただきました。これより会見の方を始めさせていただきます。皆さんこんにちは。今シーズン浦和レッズレディースの監督に就任いたしました石原です。どうぞよろしくお願いします。今シーズン7人の選手に新加入していただいて、いい選手もいる中で皆さんの期待も高いと思います。監督も変わりスタッフも変わった中で、チーム一丸となって、戦っていきたいなと思っています。当然目標は優勝を目指して自分たちの中でさらに高めていきたいなと思っている中で、選手たちには、まずはそのトレーニングにしっかり集中して、行ってもらおうと強く思ってます。当然優勝目の前の一試合一試合がとても大事にはなると思うんですが、各カテゴリーであったり日本代表を狙える選手たちがすごく多く在籍しているので、日々のトレーニングを大事にしながらその中で試合を戦っていけたらなと思っています。当然多くの方々にスタジアムに足を運んでいただくために、攻撃的なサッカーを展開するつもりでいます。スポンサーやサポーターの方にもすごくご支援をいただいている中で、今年は関わってもらっている人たちにも一緒に喜んでもらえたり感動してもらえるようなチーム作りを進めていけたらなと今は強く思っています。その中で本当に選手たちにはもう一度感謝であったり、一緒に関わってくださる方々に挨拶をしっかりするだとか、そういう人間的なところも成長してもらえたらなとは強く思っています。この間も言ったんですけど、男子とアベック優勝ができたらなと思っているので、本当にチーム一丸となって戦っていくので、今後ともどうぞよろしくお願いします。背番号9番フォワードの岩田結花です。ジェフユナイテッド市原千葉レディースから移籍してきました。今シーズンは、今監督がおっしゃったようにチームで優勝を目指して頑張りたいと思いますし、個人的にも得点をまた獲得できるように頑張りたいと思いますので、今シーズンよろしくお願いします。背番号12番ミッドフィルダー山森杏奈です。筑波大学から来ました。昨年度は特別指定選手としてレッズレディースでプレーしていました。今シーズンは自分自身がまず成長してチームの優勝に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。ユースから昇格しました。背番号15番ミッドフィルダーの長野風花です。6年間お世話になったこのクラブにしっかり恩返しができるように今シーズン精一杯頑張ります。よろしくお願いします。ジッツユースから昇格しました。背番号25番ディフェンダーの長島玲奈です。ユースから昇格したことをとても嬉しく思っています。一日でも早くチームに貢献できるよう頑張るのでよろしくお願いします。レッツユースから昇格しましたディフェンダー24番の南美香です。ユースから引き続きたくさんの方に支えていただいている素晴らしい浦和レッズというチームで素晴らしい環境のもとプレーできることに感謝したいです。チームでは1試合でも多く試合に出場しチームの勝利に貢献できるように頑張りたいと思います。背番号26番フォワードの大久保奈々です。 JFA アカデミー福島から加入してきました。高校生からアデシコリーグという幅広い選手が多く在籍するので、私も少しでも試合に多く出てチームに貢献したいと思っています。昨シーズンから浦和レッズレディースに関わらせてもらって、その前も女子サッカーに関わる中で、すごく能力が高い選手たちが多いなっていう印象の中で、うまく試合の中で持ってるものを発揮できなかったので、逆に今年はその彼女たち自身が持ってる力を試合の中でしっかり発揮できるところにフォーカスして一つやっていきたいなと。さらに目の前の試合だけじゃなくてもっと高いレベルを彼女たち自身が
求めてというか目指して戦っていけるような環境をあのクラブの方もサポートしていただいているので、そういうところで全員でちょっとこう目指すべきところを高めに設定して取り組めたらいいなとは思っています。私は高さ、ヘディングだったりポストプレーっていうのが得意なので、そこは自分の強みであります。私は、前を向いてボールをもらった時の、スピードのあるドリブルです。昨シーズンなでしこリーグでやった時の、そこは自分自身のストロングポイントだなと強く感じました。視野の広さやスルーパスなどのチャンスメイクです。自分はどんな時でも落ち着いたプレーや落ち着いた判断をすることです。私は背が高いこともあり、ヘディングが得意です。また守備だけでなく攻撃のコーナーキックなどでも得点に絡んでいきたいなと思っています。スピードがあると思うので、スピードのドリブルやターンからのシュートが得意だと思っています。まあ、日本人の特徴もあって、やっぱりボールを自分たちが持ちながらあのゲームを進めるっていうところがすごく大事だし、まあそういうところを目指したいので、やはりその、まあ、ポゼッションであったり、ゴールを目指すと1試合あたりのより多くの得点をっていうところが目的の中で、やはり自分たちがボールを持っているときはしっかりボールをつなぎながら狙って得点ができることと、まあ、ボールを失ったとか相手がボールを持っているときにはもう前からじゃないですけどプレスをかけてボールを奪ってすぐ前ボールにして、まあ、ボールを持ちながらゲームをコントロールして、まあ、1試合毎試合毎試合を1点でも多くの得点を目指していきたいかなと、まあ、コンパクトに、高い位置でプレーができたらなとは思っています。まあ、何人か僕の頭の中であのスタッフと話してるんですけど、まあ、新しいシーズン始まって、まあ、選手たちの様子も今日から練習が始まるので、あのしばらく見た中でちょっと決めたいなと、何人かは後半は決まってはいますけど、ちょっと練習の雰囲気とか去年と変わるところが多いので、そういうのを見てから最終決定したいなとは思っています。さっきも言ったんですけど、フォワードとして得点を取ることを目標に今シーズンはやりたいと思います。私は昨シーズン怪我も多く試合に絡むことも少なかったので、今シーズンは1試合でも多く試合に出場することです。試合に出場して得点をすることです。1試合でも多く試合に出場してゴール前での体を張ったプレーなどをしていきたいと思います。ベテラン選手の1点数なんですが、その中でもレギュラー争いに加わっていけるように頑張りたいと思っています。少しでも試合に多く出場し得点を取りたいと思っています。まあ、まずは、まあ、菅澤選手で言えば、まあ、皆さんもご存知のように、まあ、日本の中でも優秀なフォワードですし、まあ、得点王も、取っている選手なので、まあ、チームの中ではやはり去年、昨年度が、まあ、得点というところが少しうまくいってなかったので、まあ、ゴール前の仕事というか得点のところにはこだわってやっていってほしいなと思います。で、山森選手ですが、まあ、昨年から強化指定で、ね、列の中でプレーしてくれてて、本当に彼女自身も言ってましたけど、日本の中では数少ない分かってても仕掛けられるというか突破できるシュートまでいけるっていうところは彼女にはすごく期待してます。で、長野風花に関しては昨年 U17 でキャプテンとしてチームを引っ張って、くれて活躍してくれたのもありますし、まあ、本当に運動量であったり状況判断であったりそういうところはすごく持っている選手なので、それを、まあ、なでしこのトップの中で同じようにしっかりやっていってほしいなと思います。まあ、長島玲奈に関しては、まあ、すごく本人も言ってましたけどすごく冷静な選手なので、まあ、ボランチもできたりディフェンスラインもできたりっていうところで、まあ、数少ない列の中では、まあ、ボランチもできてセンターバックもできてっていうのは、まあ、彼女ぐらいなので、まあ、乗松はできますけどシーズン最初いないので、まあ、そういうところでは本当に彼女が試合に出てでもやってほしいなっていうところでは期待しています。まあ、南萌香は、まあ、昨年怪我もあって最後ちょっと出れなかったですけど、本当にこの年代では一番というぐらい優秀なディフェンダーだと思っているので、まあ、
小佐船だったり甲原だったり、まあ、経験豊富なディフェンダーがいますけど、まあ、そういうところに割って入ってレギュラーになっていってほしいなと思います。で奥村アナに関してはもう身長もあってスピードもあって、でやっぱり得点というところの感覚はやっぱ持ってると思うので、まあ、高いレベルの中でどれぐらいやれるのかなっていうところは期待してますし、早くフィットして試合に絡んでほしいなと思います。そうですね、まず移籍に関してなんですけど、まあ、ジェフレディスに4年間在籍していたっていうこともあり、まあ、何かしらちょっと環境を変えてまた新たなチャレンジをしたいっていうことで、まあ、浦和レッズさんの方と試合させていただいたときに、まあ、やっぱりゴール前までのボールの運びだったりとか、そのゲームの作りっていうところで、私自身すごい何ですかね、一緒にやってみたいっていう思いがあったので、なので浦和レッズさんの方に、はい、選ばせていただきました。まあ、今シーズンの得点一番多く取ったシーズンが20だったので、まあ、20点は目標にしてやっていけたらいいなと思います。すいません、じゃあ初めにこちらのカメラお願いします。はい、撮ります。なんかちょっと、はい、すいません、こちらお願いします。